虐待で育った私が世の毒親問題をめったぎる解毒案内人木村優子です。よろしくお願いします。今日はなんとこのチャンネル始まってで動画本数が50本になりました。ありがとうございます。そこでちょっとこのチャンネルを始めてから実際にあったものすごい幸せな報告というものをさせていただきます。題しまして、毒親育ちはこれをやれば全員必ず 100% 確実に幸せになるし解毒も進むよっていう実話をお届けします。このチャンネル始めて5ヶ月ぐらいなんですけども、やっぱねこの動画を見ながら実際に解毒を始めて、そしたら人生がガラッと変わりましたっていう方がですね、1人2人3人とどんどん増えてきて、もうね本当嬉しい、やってる甲斐があるなと私は思ってるんですけども、その中の1人がですね、もうミラクルなコメントを送ってくれました。人生どん底だった毒親たちがどういう風に解毒をしたらこういう経過をたどり、そして今はこうなりますだとね、めちゃくちゃ詳しく書いてくれたんですよ。でおそらくこれを見れば、今解毒がうまくいかないっていう人とか、あとね今過去と向き合ってるんですけども、当時のことが蘇って辛いですっていう方の背中を押す内容だと思いますので、今日はそれをお届けします。そこでまずは毒親育ちはどうすれば解毒がうまく進むのかっていう、こちら最速解毒の手順をお届けします。これね、どんな毒親でもどんな闇深い方でももう全く関係ありません。全員同じです。虐待育ち、過保護、過干渉ね、いっぱいあると思うんですけども、全員これです。まず1番目、体の中に毒親からね仕掛けられて溜まってしまった毒が全員みんなあるので、それをノートを買ってきてノートに全部吐き出します。まあ実際は書き出すんですけども、本当に吐き出す、書き殴るように、もう汚いものを全部ベーって出すっていう感じで、ノートにとりあえずひたすら書くことが必要になります。2番目、そしたら自分で自分の傷を癒します、心の中の毒はなくなっても傷だらけ、血まみれの状態なんですよね。だからまずその心の傷を自分で癒していきます。それができたら3番目、毒親育ちというものは今まで毒親に教えられた嘘のルールを守って生きているんですよね。みんなね、間違ったルールを社会でやってるんです。でも毒親のルールが正しいってもう洗脳されちゃってるから、それがおかしいって気づけないんですよ。でもここまで来ると、あれこれもあれもえこれもみたいな感じで全部間違ってたわっていうことに気づきます。で気づいたら正しい社会のルールにして生活を始めるんです。そして4番目、この正しいルールで3ヶ月から半年生きると人生がもうびっくりするぐらい180度めちゃくちゃにガラッと変わります。で実際はね、こんなにさーっとうまくいく人はあんまいないので、1やって2やってまた1に戻ってで3行ってまた1に戻ってって、こうぐる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 しつつ、ちょっとずつちょっとずつこの山をね一歩一歩登っていく感じで進めていくのが正しい解毒手順ですし、これを毎日コツコツ続けると、どんなに闇深くてどんなにぐっちゃぐちゃな状態でも絶対に毒親問題は解決します。それではこの手順と内容をもうすごく詳しく書いてくれた、いつもコメントをくれるサンさんという方のコメントを読みながら、実際に本当にこれで合っているのかというものを検証していきたいと思います。まず1番目の部分なんですけども、木村ノートを続けていたら最初の数日は怒りが湧き、その後は寂しさや悲しみに泣き、今では母に対しての感情は無です。母親そんな人もいたなくらいの感覚です。今でも何かしらの呪いは残っているのかもと思うものの、なんか親にされて嫌だったことあったかなって書くのに悩むほど解毒できていました。すごいですよね。この体の中に溜まった毒を吐き出したことによって黒い感情が徐々に徐々に溶けていったんですよ。で最初は怒り、その後寂しさ、悲しさ、感情が無ってあるんですけども、これねこうなります。これが正しいです。人の感情を例えると、玉ねぎみたいな感じで、こういろんな層がこう重なっているんですよ。なので一番外側が怒りだったわけですね。なのでその玉ねぎの一番外を向いてみると、その次に悲しみっていう層があって、それも解毒すると次に寂しさっていうのが出てきて、それもなくなると次は無っていう感情が出てきたんです。じゃあ次2番目、次はね、いよいよ自分で自分の傷を癒す工程に入っていきました。
次です。親以外にも自分がどんなことにトラウマがあり、本当はどんなことが好きで何を考えているのか、どんな人間なのか、自分を取り戻している感覚になり自信もついてきました。いやもう本当すごいですよね。こう自分の本音に目を向けると、今まで見えてこなかった感情、気持ちがどん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 出てくるんですよ。だからそれにずっとずっと目を向け続けると、本当に植物みたいに枯れかけていても、どん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 また元に戻ってくるんですよ。で最終的に花を咲かせ始めます。でここまで来たら3番目、正しいルールにして日常を送ります。そうするとサンさんはこうなりました。結局全ての悩みの原因が、困っても人に助けてと言えないっていう共通点を見つけ、毎朝自分に大丈夫大丈夫と声をかけ、自分で自分を助ける時間を作っています。この原因に気づくまで変な人に絡まりやすい人生だったんですが、急になくなったんです。木村さんが言う問題を向き合わないとまた別の問題で戻ってくるよっていう理論はこれだったのかと。自分が思っていたよりも人は優しいし助けてくれると最近は実感できるようになりました。助けてほしい時に起こるのは私の母親だけでした。ね、この部分ですね。助けてほしい時に起こるっていうのを正しいルールと思い込んできたから人生がうまくいかなかったんですよ。でもね、それはね、嘘のルールだったんです。だから正しいルール、わかんない時はわかんない、助けてほしい時は助けてというルールで生きたら、今までこの間違ったルールで生きていることを利用する人っていうのがね、どん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 集まってきてたのがいなくなったっていうことになります。そしてまだあります。また私も他人と比べられてダメ出しされていたので、常に自分はダメなのだと無意識の刷り込みがあり、褒められても被害妄想をしたり、もっと頑張らなくちゃと勝手に追い込み、生きるのに必死な自分に気づきました。最近は私は完璧ではないけどそのままでいいやと自分を受け入れられるようになりました。これもそうです。他人と比べてダメだしとか、常に自分はダメなんだと思っていたんですけども、全然そうじゃないじゃん、別に完璧じゃないけどそのままでいいじゃんっていうのが正しい社会のルールなんです。でそれを4番目続けていったらどうなったかというのがこちら。そのままの自分が人にどう思われるのか怖かったのですが、案外楽しい人間だったようで、人を笑わせられたり仕事でアイデアを出しまくれるようになってきました。なんだ、もっと早くから自分の思ってることを考えずに口に出せばよかったと日々適当にやっています。はい、そうなんです。みんなこうなります。私なんであんなに悩んでたんだっけ、なんであんなにイライラしてたんだっけって思うほどに、毒親育ちが人生のボーナスステージに突入っていう感じで、もう一気にガラッと変わったんじゃないかなと思います。でちょっとですね、私は経験したことがないもっとすごい情報を書いてくださってまして、こちらです。子育ても親にされて嫌だったことを娘にもやりたい衝動があり悩んでいたのですが、それも脳と効果でなくなっていきました。虐待は連鎖しやすいらしく、ずっと私も毒親なんじゃないかと怖かったのですが、親と私は別の人間で、私と子供もまた別の人間と理解できてきました。子供が今何を感じていて、どんな言葉が欲しいのかに集中できるようになり、子供も変わってきました。最近ママ優しいねとおがんは放題になりましたが、年相応で自分の意思を表現できていていいことだと、そのままの娘も受け入れられるようになりました。そしてちょっと感想もいただきました。私の人生で木村さんの動画に出会えてよかったです。いやもうなんか泣きそう。三日坊主の私がノート書こうと思えるのも、動画配信を見ると動画を見ている方々と一緒に私も頑張ろうと思います。いつも配信ありがとうございますといただいたんですけども、さ、逆じゃない、もう私がありがとうございますってねお伝えしたいです。というね、もうサンさんのように、もし今悩んでてもどうしようもないとか、もう死ぬしか方法はないんだろうかみたいなね、絶望に陥ってる人全員に言いたいんですけども、本当にこの方法をすれば絶対うまくなります。しかもね、別に私これお金取ってないんで、無料で教えて、無料でやってくださいねって言って、でしかも使ってるのは心理学なんで、まあ、怪しさはないです。まあ、怪しいなと思ってる方もいるかもしれませんが、ただうまくいく人、一生不幸でいる人、これね決定的な違いが一つだけあります。それは何か、いつもお伝えしているこちらです。
毒親育ちが必ずしなくてはいけない人生の選択というもので、1番このまま親の奴隷で生き続けるのか、それとも自分の幸せを取り戻すのか、この選択を変えるだけなんです。でサンさんはこっちに変えたんです。でだからうまくいったっていうだけで、こっち選ぶんであればやり方とか、あの分かんない質問とかにお答えしますよというのがこのチャンネルの趣旨になります。でこの方法なんですけども、実際に私もやってうまくいってるので絶対大丈夫と言い切れるんです。なのでこちらやってみてください。サンさん、いつも素敵なコメントありがとうございます。この前の生ライブもありがとうございました。さらに他の相談者さんのね質問にもこう背中を押すような温かいメッセージをいただき、本当いつもありがとうございます。感謝するのは私の方だと思います。ぜひここからもよろしくお願いします。というわけで、これやってるけどでもうまくいかないんですっていう方がいましたら、ぜひご相談送ってきてください。毒親問題、私への質問、あとね、あのここがちょっとわかんないから詳しく教えてくださいっていう内容も大歓迎です。送り方は概要欄に貼ってあるメールフォームから送ってください。お待ちしております。以上、ゲドカン内人木村ゆう子でした。バイバイ。